皆さん見えますか？あれが。僕が何を言いたいとしてるかわかりますよね。そうです。あれがティッシュです。おはようございます。イエーイ、ティラです。イエーイ。まあこちら、買いました。いよいよね、まあ、年末になって給食中なんですよ、今私。まあ、こういう給食中にだからこそやっぱさ、こういうまとまった買い物ってできないなと思いまして、いよいよね、デスクトップパソコン、ゲーミングのね、デスクトップを買いました。イェイ！まあ、買った理由としては今までね、やっぱね、あの3年前のゲーミングノートでやってたんですけど、13万円ぐらいした。まあね、そろそろ限界を感じて、新しい、やっぱ、高スペックな配信をしたいと。あの、正直、デスクトップだったら、動画撮ったりとかして、もうそのまま編集できるじゃん。今までね、あ、今ね、エンコード中なのよね、これ。今ね、エンコードしてるんですけど、こちら。はい。10年前のこれ、パソコンなんですよね。この10年前のパソコンでね、日々、エンコードしたり、編集したりしてて、こちらのね、見えるかな？ちょっと待ってね。こちらのパソコンでね、今配信とかしてたり動画撮ったりとかしてたんですけど、まあね、1台で完結した方がいいじゃないですか。ということで1台完結するようにこちらデスクトップのゲーミングを買いました。もう2021年モデルよ。来年2022年。これを早速ね開封しようかなと。やっぱ開封のギグはちょっとみんなでさ見たいやん。どんなのか見せたいなと。ただ一つ今僕には懸念点があるんです。実はこれにデスクトップとかに移動するにあたり、やっぱ場所がないよね。これがね、いつも使ってるウェブカメラです。こちらはね、そのまま使っていこうと思います。で、こちらが実況用のマイクですね。これはね、あの実況用マイクの方がいい理由として、まあ離れながら、この耳 iPhone のこれ純正のイヤホンだったんですよ。なんで離れながらね、ちょっとマイク、生放送のマイクから離れながらでも、声が届きやすいということでこれを続投としていきたいと思います。これ続投ね。いつも使ってるゲーミングの今まで使ったマウスですね。ここボロボロなんだよねノートパソコンはこれがないとね、もう本当にね、USB のね、あの数に悩まされるんで必須なんですよね。いるかなこれ。これ生放送で使ってるマイクです。まあ、これがね、あの5000円ぐらいしてるマイクで、いつも皆さんが聞いてる声はこっちです。なんで、動画と生放送の声がちょっと違うのはこれですね。これはティッシュ。まあこちらがね、今まで使っていたゲーミングノートです。3年前のものになるんで、割とね、まあ、丁寧に扱ってたいたと思います。ゲーミングノートは結構これ良かったんで、これね、引き取りであるんで、引き取りたうちの友人のヨッピーさんです。あいつパソコン持ってなかったみたいですね。まあさ、まあ別にあいつが使う分には不自由しないんじゃないかなって思います。じゃあいよいよね、こちら開封していきましょうか。うわー、楽しみだな。楽しみ。ちょっとじゃあ早速ハサミ入れて。うわ、楽しみ。まあ3年だったからね、3年でパソコン買い替えなんて、まあ普通の人は理解できないかもしれないけど、自分デスクトップはちょっと憧れだったからな。デスクトップでゲーミングのさ、ゲーミング別にオンラインゲームするわけじゃないんだけどな、そんなに。したとしてブレソカをクソだからな。見て、すげえガッチリとした発泡スチロールある。こういうの一番ゴミに困るやつだ。え、なんだこれ。え、マジで何これえ、何このパーツ、知らないんだけど。え、何これ。ほら、何に使うんだこのなんか盾みたいなの。盾？敵の攻撃を防ぐんかな。ゲーミングよし。 USB 説明書はあるだろうけど、ちょ、めっちゃなんかコードあんな、割と。え、何これ。これ、イヤホン端子が2つ。え、何これ、何に使うんだ。いや、本当になんかケーブル系統多いね。これはあれだよね、絶対電源だよね。電源のためのコンセントだよね。
モニターにつなぐやつだよ。これでモニターとモニターつなぐやつだよ。これ知ってる。え、何これ、なんか自撮りに使うやつかな。これが、あ、スタンドなんだ。この盾みたいなやつとかはスタンドだったみたいですね。モニターをつけるスタンドなんだ。へえ。うわ、重た。うわ、どうですかモニター。テレビだよな、ここまで来るともう違いの。すげえ。デスクトップだからね、ノートパソコンより画面の大きさが全然違えな。で、このままだと何もできないんで、スタンドモニターとかを今からつけます。とりあえずケーブルの付近は全部刺しました。うわ、でっかっいや、でかいな。さあ、もう一つですよ今からもう一つですよ。1時間くらいかかったんやけどな、あれだけで。でっかいな、あのディスプレイ目立つな。じゃあもう一つの方、メインをね。キーボード付きっすね。キーボードとマウス、イルミネーションキーボード。何、イルミネーションキーボードって付属だったんだって思うんだけど。え、何も書かれてない。いや、さすがに俺さ、タッチタイピングできるけどさ、何も書かれてないべや。え、大丈夫これ。あ、でかーい。すげー、でかいぞこれですよ、デスクトップ。あー、重てデスクトップパソコンですね、これが。待望のゲーミングのね、よく家電量販店、田舎の家電量販店にも売ってましたよ、これ。じゃあ早速開けますね。これ待って、一つ気に入ったんだけどさ、まさか足りる？これまあよくあるキーボード、ゲームのやつを傷つけないためのものですよね。これさ、高さ足りるかな。外しました。辛かったよ。いや、まあ、とりあえず外したことにより、まあ、これがつけれるんで、ちょっとつけましょう。お、マウス。6ボタンマウス。マウスも付属だったんだ。ゲーミングっぽい普通のマウスと組んのかな、6ボタンって。6ボタン。使いづらそう。編集で使えない。やった、ついたぞやった、ついたね。これだよ、これ。でかいな。いや、でかいって、でかすぎるって。これはね、配信できなくなでっこ、でかい。ちょっと規格外のでかさなんだよな、これだと。わー、でけー。すげー、見て、キーボード見て、ほら光って、キーボード光ってよ、これ、これすごい。これがゲーミングのデスクトップか。わー、すごい。でもさ、俺ね、やった。これから生放送とかね、環境整えたいんですけど、課題があって、テレビいらなくなるのと、あとね、今日寝れねえ